残って8番の青柳はセンターに打ち上げます。センター秋山取る、三塁ランナーがタッチアップ、ストライク、はい、これは平野といい、秋山といいですね、2人は本当助けてますね。こちらもセンター前、これで4連打、林は三塁を回ります。秋山バックホーム、大栄は吉永に代わってホームを守るのは川越、171センチの林を跳ね飛ばして失いますが、攻守にも助けられた、なんかいいあれでしたね。大体のもう豪快にドカンドカン打っていく大量点というゲームが多いんですけども、最近ね、この守りの野球で、そして和田はワンツーから4球目をセンターへ、センター飯田、そうですね、難しい体勢からのバックホームでね、よく投げました。ノーアウトでね、もったいないという感じもあるんですがね、はい、少しのチャンス。ここで和田が右太ももの怪我をしての出場にもかかわらずセンター前ヒット。ところが亀山のホーム突進は足の痛みと飯田の好返球に阻まれタッチアウト、得点する。6番の古藤です。2エンド2から打ち上げます。左中間へボールが上がります。センターの飯田が動いてボールを取る。松井がタッチアップ、ホームへ来る、バックホームされてきてタッチアウト、タッチアウト。今度は8回の守り、ワンアウト3塁の場面、イチローのお株を奪うレーザービームでした。松井のレフト線へのこの当たり、二塁へゴジラビームでタッチアウト。ヒットエンドラン、ランナー小屋が三塁でアウト。ここで日本ハムベンチ、相手から移籍の田畑が先発、初回ランナーを二塁に置いてパウエルレフトへ、同じく大栄から移籍のレフトは佐藤、ランナーコールズ、タッチアウト。タイムリーかと思われましたが、日本ハム島田の好返球、先制、勝ち越し点のチャンスで匠です。レフト前、レフトは田口、ダイレクトのバックホーム、そしてキャッチャーは高田、このブロック、タッチアウト。追いつきたいヤクルトは5回、ランナー2人を置き、田中広康の打球はライト前へ、しかし本塁クロスプレーはタッチアウト。二塁一塁とされ、日本ハムの5番小屋根、センターは松本、定位置のやや後ろからこの返球、守りきった巨人、ダルビッシュを攻略して勝ち越しは、ワンアウト三塁一塁で2番の金子のこの当たり、レフト村松、そうですね、盗塁をする時の村松選手と同じで思い切りよく突っ込み判断よく投げたファインプレーでした。今年は肩の調子も上々です。村松に頼れる男、3番稲葉、打球はライトへ、二塁ランナー田中健介は三塁を蹴った、ライト柴原バックホーム、追いつけなかったに6番一寸よく、打球はセンターへ、しかしここでロッテの早川が見せました。見事な送球でタッチアウト、ロッテも簡単には流れを渡しません。で田村、ライトへの打球、ここで牧田がホームへ好返球、勝ち越しを許しませんのピンチで佐伯、レフトは39歳のベテラン金本、追加点を与えません。ターボックス石井、石井の今日3本目のタイムリーヒット、5点目が入ります。しかし6点目のランナーはライト関川、見事なバックホームで刺しました。タイガース関川は外野手、しかしこのピンチを救ったのがキャプテン中尾、続く肩のフライを取ると素早いモーションでバックホーム、サードランナー黒沢を刺します。さすが57年優勝時の2エンド2です。今度は変化球、センターの前ショートバウンド、落ちたセカンドランナー3塁を回った、ボールに帰ってくるタッチはアウト、センターの谷から好返球、ライトへ打球が上がったぞ、これは意外と微妙だ、ライトルさあバック三塁からタッチアップからホームへ向かうクロスプレーだ、打球をつかむとすぐさまバックホーム、バッティングだけではなく守備にも定評のある福留、ランナーを釘付けにします。
のステアーズは2回守備で見せます。ピッチャーの村の当たりはレフトステアーズの前、二塁ランナー畑山はホームに突っ込みます。ステアーズバックホーム、見事なストライク返球で畑山はタッチアウト、ピンチを救います。ところなんですが、ワンエンドワンからの3球目、期待に応えてレフト前ヒット、三塁コーチャーぐるぐる回すが、この返球ストライクですよね。タッチアウト、はい、二塁一塁、この打球をセンターのローズタッチアウト、追加点を許さず巨人反撃。体力で投げてくるんですよ。すごいボールでした。すごいボールでしたね。まあ、お客さんから大台のマウンドとなりましたが、たとえこんな大きな当たりを打たれてもライトレイノルズの強肩で幼いはキャンパス手前で楽々のタッチアウト。これでマジック出だしに燃える気分しました。まず2回、広島新外国人メディーナがライトへ大きな当たりを放ちます。しかしこの長打性の当たりをライトバースギルドが軽々とセカンドへ。メディーナに2塁をも組ませないこのプレーで結局この回得点を許す、ね、はい、高め抜いてしまったなという、はい、ツーアウト2塁から代打構成音なんですが、センターへ当然1点という場面がすごいバックホーム、これもね、非常にこのピッチャーがいいリズムで投げてるんで野手も守りやすいんですね、うん、ですからああいう思い切ったプレー、思い切ったホームのバックホームにつながると思いますね。まあ、今シーズン初の完封勝利で立たれたかと思いきや、バーフィールド、おそらくサードフライ、はい、ショートフライ、バックフライで終わったでしょう。やや疲れの見える中田からライトへ、二塁から加藤博和ホームを狙います。ライトは北村、今日2回目の好返球で、はい、ピン、これをセンター北村がえいっと投げればなんと一塁アウト。数球油断したかヒットのはずがセンターゴロ、まさに珍プレーです。タイガースは守備でも見せてくれます。5回ツーアウト2塁のピンチにセンター新庄のこのプレー、カープに得点を許しません。打球は一郎へ、レーザービームでアウト。